全国の野球ファンの皆さん、今夜はここ広島市民球場から広島対オリックスの一戦を実況担当川木直樹でお届けいたします。カープの先発は大竹、対するバファローズの先発はリーディとなっています。さあ、まもなく試合開始です。まずは1回の表、バファローズの攻撃。先頭バッターは平野、初球を打った。栗原、落下点に入った、取りました。これでワンアウト。バッターは2番村松。さあ1球目、落ちるスライダー見送ってボール、投げました。ボール高め、わずかに外れた。投げました。ボール外れました。村松集中しています。投げました。打った、流し打ち、レフト前ヒット、クリーンヒットです。2塁を切る。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。さあ1球目、直球ストライク、インローへ。まずは初球決めてきました。さあ次の投球です。速球棒、インローへ。外角際どい球、棒。ワンエンドツーから投げた、インサイド打った、レフト後方、ワンバウンド、ヒットになった。村松2塁でストップ。さあこれでワンアウトランナーは1塁2塁。まっすぐ決まった、ストライク、ワンストライク、ノーボールです。高め際どい、ボール、ワンストライク、ワンボールです。第3球を投げた、打ちました、切れていきます、ファウル。第4球を投げた、速球外れました。ローズよく選んでいます。投げました、内角、速球外れて、ボール。さあ6球目、打った、ライト落下点、ライト取りました。ランナー3塁へスタートを切った。高い球、サード横に。バッターはベテラン北川、投げました、打った、ヒット。三塁ランナー今ホームイン、オリックス。まずは1点先制、北川レフト前タイムリーヒット。そしてバッターは後藤、初球から打っていった、東で豊洲に入らない、ファーストへ一塁アウト。1回表が終了して1対0、バファローズ先制点を挙げています。1回の裏、1点を追いかけますカープの攻撃。トップバッターは東で、レフト前ヒット、セカンドへ。カープ同点のチャンスを迎えます。さあ初球スライダー見送って、ストライク、投げました、チェンジアップはストライク、バッター追い込まれました。投げました、直球空振り三振、投げました、内角高めいっぱい、ストライク。初球ストライクから投げました、ストライク決まった。早くも追い込みました。一塁へ牽制球を送ります、セーフ。追い込んでから投げた、ボール、速球外れました。一塁牽制、セーフ。引っ張った、ファウル。一塁へ一つ牽制球を送りました、セーフ。ライト際どい球、ボール。インハイ攻めて、ボール。一塁牽制球を送ります、セーフ。第7球を投げた、スライダー、空振り三振。バッターは4番ダライン、オリックス。ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。スライダーボール、アウトコース低め、際どいところ、投げました、アウトの直球、ストライク。一塁へ牽制球を送ります、セーフ。投球3球目、空振り、的を絞れません。バッター追い込まれました、投げました、ストレート、空振り三振。1回が終わって1対0、オリックス1点リードは変わりません。これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは7番大引き、ボール外れた、アウトローへ、落ちるスライダーを使ってきました。さあ2球目、直球決まってワンエンドワン、
ワンエンドワンから投げました。変化球ボールアウトローへ。次が4球目、アウトコースわずかに外れてボール。ワンエンドスリーから第5球を投げました。インサイド打ちました。これは面白いところに上がっているが、アレックス前進、オリックス先頭バッターが塁に出ます。投げました。ファーストを打てるスコアリングポジションにランナーを送ってきました。ワンアウトランナー二塁に変わります。バッターはピッチャーデイビー。ストレート決まってワンダッシング、際どい球。第2球を投げました。速球ストライク、ドボンとストライクを取ってきました。さあ3球目、速球ボールインハイへ。セカンド牽制セーフ。次が4球目、一塁へ、ランナー三塁に進みました。ここでバッターは平野、これが2打席目になります。打ちました、ライナーに浮かずけた。三塁ランナーホームに突っ込む。バファローズリードを2点に広げました。平野センターへのタイムリー。バッターは2番村松、今日2打席目。打った、取って、これで3アウトチェンジ。2回表が終了して2対0、大竹この回さらに1点を失っています。2回の裏、2点を追いかけますカープの攻撃。この回のトップバッターは前田、インコースわずかに外れてボール。さあ次の投球です。変化球ストライク、インコースへ。第3球を投げた、膝元変化球ストライク。第4球を投げた、空振り三振。バッターは6番ソヨギ。第1球を投げた、直球ストライク、アウトローへ。初球まずは入れてきました。投げた、チェンジアップ外れました。これはわずかに低いか。第3球を投げた、速球決まってストライク。バッター追い込まれました。投げました、カーブ見逃し三振。バッターはベテラン島。第1球を投げました、打ちました。さあ2球目、スライダーはストライク。バッター追い込まれました。さあ3球目、内に切れ込むスライダー、空振り三振。最後は空振り三振に倒れました。2回の裏が終わって2対0、オリックス2点リードは変わりません。バファローズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番ダロッカ、これが2打席目になります。第2球を投げました、インコースシュート外れてボール。第3球を投げました、打った。投げました、打った。セカンド掴んだ、一塁送球、一塁アウト、ワンアウトです。バッターは4番ローズ、今日2打席目。第1球を投げた、外れたボール、胸元際どいところ。第2球を投げた、打った。島足が止まって構えた、取ってアウト、ツーアウト。右バッターボックスは5番北川、これが2打席目になります。打ちました、さらに伸びる、伸びていった。北川一気に2塁へ。オリックス今日2本目のツーベースヒット。バッターは6番後藤、第1球を投げた、落ちるスライダーをボール、外れました。ワンボールから投げた、変化球膝元外れたボール、ノーツー。第3球を投げた、打ってから平凡な当たり、一塁送る、一塁アウト。結局二塁残塁で終了です。3回表が終了して2対0、オリックスこの回の攻撃はゼロで終わっています。これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはクラ、真ん中低め変化球ストライク、ワンナシング。第2球を投げました、高め際どい球ボール。ワンエンドワンから投げました、まっすぐ決まったストライク。追い込んでから第4球を投げました、打ちました。サードキャンバス後方、ボールを掴みました。ワンアウト、バッターはピッチャー大竹。投げました、高めわずかに外れてボール。投げました、外角低め、判定はボール、ノーツー。
第3球を投げた、流し打ち、どうだ、これはヒットになります。ライトからセカンドへ、さあワンアウトからのランナーが出ました。高め、判定はボール。さあ次の投球です。ストライク、インコース厳しい球、ワイドは一塁牽制、送球がそれた。第3球を投げた、アウトコース、直球外れてボール。外角打ちました、二塁送る、二塁アウト、アウト、ダブルプレイ。3回の裏が終わって2対0、バファローズ2点リードは変わりません。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは7番大引き、速球ボール、まずは高め、初球ボールから投げた、速球ボール、第3球を投げた、内角、落ちるスライダー外れてボール。ノースリーから第4球を投げました、打った、ファーストへ、一塁アウト、ワンアウトです。バッターは8番日高、今日2打席目、投げました、落ちるスライダーボール、まずは低め、ノーストライク、ワンボール、投げました、直球ストライク、インハイへ。第3球を投げました、インコース、速球外れてボール。次は4球目、外側見送ってボール、投げました、よく見た、フォアボール。大竹、この試合初めてのフォアボール。ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターはピッチャーデイリー、セーフ、一塁へ一つ牽制球を送りました。速球ボール、まずは高め、第2球を投げました、アウトサイド、判定はボール。第3球を投げた、ファーストへ送る、さあ得点圏にランナーを送ってきました。バッターはトップに帰って平野、さあ1球目、縦のスライダー決まってワンナッシング。第2球を投げた、ボール、高めわずかに外れた。第3球を投げた、見送ってボール、平野よく見ています。バッティングカウントから投げた、打った、一塁線フェアだ、二塁ランナー三塁へ、ボールは中継へ、本塁送る、セーフ、バファローズさらに1点追加、平野ライト線へのタイムリーヒット。バッターは2番村松、さあ初球打ち、サードボールを掴んだ、一塁へ、一塁アウト。4回の表が終わって3対0、オリックス1点を追加しています。カープ、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番アレックス、高め際どいボール、速球見送ってボール、投げました、高め際どい球ボール。次は4球目、投げました、スライダーストライク、ここは1球見送ります。投げました、際どい球、選んでフォアボール、フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。さあ初球フルスイング、空振り、1球目空振りから、投げました、打ち上げた、大引き、ゆっくりと構えた、取りました栗原、これで2打席連続ノーヒット。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。右バッターボックスは4番新井、今日2打席目、ヒット。さあこれでワンアウト、ランナーは1塁2塁、バッターは5番前田、これが2打席目になります。打ちました、セカンド取った、セカンド送る、2塁フォースアウト、1塁アウト、ダブルプレイ成功、3アウトチェンジ。今日2回目の併殺でこの回を終えました。4回が終わって3対0、オリックス3点リードは変わりません。バファローズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番ダロッカ、これが3打席目になります。1球目ボールから、投げた、直球ボール、インハイ、ノーツーから第3球を投げた、二遊間ライナー破っていった、バッターランナー一塁間を蹴って二塁も狙うか、ダロッカツーベースヒット。そしてバッターボックスはローズ、今日3打席目、打った、センターつかみました。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。ここでバッターボックスは北川、これが3打席目になります。
1球目ストライクから投げた、外角高め直球ストライク、追い込んで投げた、アウトコース高め、空振り三振。そしてここでバッターは後藤、どうだろう、これは痛そうです。そして迎えるバッターは大引き、さあ初球アウトコース低めいっぱいストライク。さあ2球目速球外れました、ワイドアウト、投げました、ゴー、第4球を投げました、打った、ライト前ヒット、二塁へセーフ。さあこれで2アウト満塁、投げました、打ちました、送球がそれた、ボールを取って一塁へ、一塁アウト、これで3アウト、結局満塁のランナー3人残塁。5回表が終了して3対0バファローズ無得点で終了です。ここでアクシデント発生の一報が入ってきました。後藤スライディングした際に負傷してしまったようです。治療を受けて今戻ってきました、プレーを続けるようです。5回の裏3点を追いかけますカープの攻撃、この回のトップバッターはソヨネ、今日2打席目直球外れました、第2球を投げました、直球をそよぎ集中しています。第3球を投げた、速球をインコースへ、低めギリギリいっぱいストライク、ここは1球見ます。第5球を投げた、直球打ちました、ファールボール。第6球を投げた、チェンジアップ空振り三振、バッターはベテラン島、これが2打席目になります。投げた、お速球外れました、